今回の WWDC2022 で搭載した M2 の MacBook Air、 こちらのスペック解説と今までの M1 の MacBook Air とどっちを買ったらいいのかっていうのを比較の方していきたいと思います。やっていきましょう。今回 M2 チップの MacBook Air が登場しました。 MacBook Air 全てが新しいデザイン、今回デザインが一新されました。チップもね M2 チップになって性能も上がってます。でバッテリーに関しては最大18時間で今までと一緒ですね。で今までのレティナディスプレイからリキッドレティナディスプレイになったんですけども、このリキッドレティナっていうのはどういうことなのかっていうのもこの後紹介していきます。であと今までカメラはね 720p だったんですけども 1080p のカメラになって、スピーカーに関しても強化されてます。でまずデザインなんですけども、こんな感じかなり薄くなってますね。全部同じ厚さのデザインになってます。でカラバリに関しても今まではシルバーとゴールド、そしてスペースグレーの3色だったんですけども、ゴールドがスターライトになってスペースグレーミッドナイトの4色展開になりました。スターライトとミッドナイトが新色になってます。まあ、今回ね、こちらのスターライトを買おうかと思ってます。MacBook Air、そのパワーは軽くない。M2 の驚異的なパワーを内蔵。で価格に関してはね、これ16万4800円からになってます。めちゃめちゃ高くなった。これ円安の影響ですね。で、発売に関しては来月になってます。で、デザインとか見ていきましょう。軽いのに魅力はずっしり。M2 チップを搭載してデザインも一新されましたと。重さに関しては 1.24kg になってます。M1 MacBook Air に関しては 1.29kg だったので 50g 軽くなってます。で厚さとか 1.13cm、 今まで一番厚いところが 1.61cm だったので、これは 0.5cm、 5mm ぐらいね、薄くなってます。でミッドナイトからスターライトまで美しい4つの仕上げ。これミッドナイトですね。ミッドナイトに関しては青みっていうのもそこまでなくて、艶消しのブラックみたいな感じになってますね。でマグセーフ充電ケーブルに関してもボディの色に合わせた色になってます。ミッドナイト、シルバー、スターライト、スペースグレイ。いやースターライトめちゃめちゃ良さそうだな。筐体に関してはこんな感じですね。 M1 Pro の MacBook Pro みたいに角張った感じのデザインになってます。でここねマグセーフがついて、マグセーフもしっかり本体カラーと合わせた感じになってます。これスターライトか。でキーボードに関しては白じゃなくてね、普通に黒になってます。あとベゼルもね、 M1 モデルと比べて 1.4 倍高速、スペックっていうのも 40% 上がりましたと。でそれでいてバッテリーの持ちは一緒で、ちょっと M2 チップの詳細見ていきましょう。今回 M2 チップね、めちゃめちゃ進化したポイントが2つあって、まず第1がこちらですね。最大のメモリ容量、今まで 16GB でねちょっと足りないなってなってたんですけども、最大のメモリなんと 24GB になりました。 8GB 増えたのでこれで安心で、そして CPU コアに関しては8コア CPU で今までと一緒、4コアの高性能コアと4コアの高効率コアになってます。で GPU に関しては一番下のモデルが8コア GPU で、上のモデルは10コア GPU になりました。でニューラルエンジンは16コアで一緒で、これ高性能メディアエンジン、プロレスビデオエンコードデコードっていうのが追加されました。これがね目玉の2個目ですね。これがすごくて、 M1 Pro のメディアエンジンと全く同じものを搭載してます。なのでもう最強と。 MacBook Air でも動画編集バリバリできちゃいます。動画編集においてね、このメディアエンジンっていうのかなり大事になってきます。いやもうこれすごい本当に。で MacBook Air と比較するとビデオ編集が 1.4 倍、イメージフィルターとエフェクト 1.2 倍、ゲーム性能は 1.3 倍、画像のアップスケーリング、プロレスビデオのトランスコードとかもうめちゃめちゃ速くなってますね。インテルと比べると15倍と。でこれね、M2 チップは高性能メディアエンジンを積んでるのも強みです。iPhone 13 Pro で撮影した 4K プロレスビデオなど、より多くの 4K またはプロレスビデオをストリーム編集したり、再生したりできます。で、これ、プロレスビデオって書いてあるんですけども、これプロレスじゃなくて H264、265にも対応してるので、普通にね、iPhone 13 Pro で撮った MP4 の動画なんかも快適に編集することができます。動画編集するなら M2 MacBook Air っていう感じにこれからなっていくと思います。で、そう、リキッドレティナの説明、後でするって言ったんですけども、もリキッドレティナに関しては画質自体は全然変わりません。普通のレティナディスプレイっていうのはここの角が四角になってるんですけども、このリキッドレティナっていうのはここのね角が丸っこくなってます。上の部分が、それがリキッドレティナですね。で画面サイズは 13.6 インチになりました。ちょっとだけ大きくなったけどほぼ変わらないと思ってもらっていいです。で輝度は400ニットから500ニットにパワーアップ、 P3 の公式機ですと。カメラとオーディオ、くっきり見える、はっきり聞こえる。ウェブカメに関しては 720p から 1080p になったことによってかなりね綺麗になってます。でセンターフレームとか対応してないので画質自体もねかなり良くなってますと。でスピーカーに関してはね、普
2つだったのが4スピーカーになって空間オーディオにも対応しました。低音とかもねかなりしっかり出るようになったかなと思います。だからねスピーカーいいのが良かったから MacBook Pro を選んでたっていう方 もう MacBook Air で良くなりますね。僕もね M1 Pro の MacBook Pro からこの M2 MacBook Air に乗り換える予定です。であとタッチ ID とかは特には変わらないですね。この MacBook Pro と同じような感じのキーボードになってマグセーフがついてみたいな感じです。 3.5mm のヘッドホンジャックに関してはハイレゾに対応しました。で軽く仕様を見ていきましょう。カラーバリはシルバー、スターライト、スペースグレー、ミッドナイト。価格は下のモデルが164,800円、上が208,800円と。 M2 チップ搭載しててメディアエンジンこれですね、ハードウェアアクセラレーテッド H264 で HEVC これ H265 です。なので普通の iPhone とかカメラで撮った映像に関してもアクセラレーション効くし、プロレスとかプロレスローで撮ったやつに関しても効きます。でビデオデコードエンジン、エンコードエンジンがあるのでエンコードとかデコードで CPU 性能 GPU 性能を使うっていうこともないし、強い、最強です。で解像度に関しては 2560×1664。 そうで、あと今回のね M2 MacBook Air で進化したポイントに関してはここですね。 67W USB-C 電源アダプターによる高速充電に対応と。なので今までよりもかなり早く充電できるようになりました。端子類とかに関しては特に変わってないですね。マグセーフがついてサンダーボルト4で、メモリに関しても 8GB スタート、 8GB、16GB、24GB になってます。ストレージも 256GB スタートで最大は 2TB 一緒です。で 1080p になってスピーカーが4スピーカーになって、でこのねディスプレイのサポートに関しても M1 チップのものと表記自体変わってないので、多分ねモニター出力に関しては1枚までなのかなと思います。この辺はプロとね差別化されてるかなと思います。ここはちょっと残念かな。でビデオ再生があって筐体はこんな感じですよと。はい。で付属品に関してはこのねマグセーフ3ケーブルっていうのが筐体の色に合わせた感じのケーブルのカラーになってます。ただタイプ C の端子に関してはなぜか白、この電源アダプターと合わせたのかな。でアダプターに関しても USB-C ポートがね2つついたものっていうのも今回追加されましたという感じのスペックになってます。で M1 チップのものとねちょっと比較していきましょう。MacBook Air M1 のモデルと M2 のモデル、そして14インチの MacBook Pro、 これで比較していきたいと思います。まず MacBook Air M1 に関してはこれね円安の影響で前のモデルっていうのも値上げされてます。でこのね M1 買いたい場合っていうのはこの Amazon とかで買うことによって115,280円でポイント5,700円つくので、まあだいたい11万で買えます。なので25,000円値上げされてますね。今回値上げされないうちに Amazon とかで買っておくといいかと思います。概要欄にね Amazon のリンク貼っておきます。であとはね整備済み品とかは円安価格まだ反映されてないのでここから買うのがおすすめです。多分ね今日中のうちにこの安いやつっていうのは売れちゃうんじゃないかなと思います。ということでスペックの方を比較していきましょう。まずカラバリに関してはねゴールドとスターライト、ちょっとね色味が変わってますね。ピンクゴールドと薄いゴールドみたいな感じです。で価格差が134,800円、164,800円、274,800円から、そう14インチ MacBook Pro に関しても値上げされてます。ていうか Mac シリーズ全部値上げしました。辛い。24万ぐらいからだったから3万円以上14インチ値上げしてんね。これやばいな。 M1 と M2 比べるとディスプレイサイズが 0.3 インチ上がって、M1 と M2 の違いね。で CPU に関しては8コアで一緒、 GPU に関しては7コア、ああそうです。 M1 モデルに関しては下のモデルだけしかなくさになくなりました。で7コアとあと8コアだったのが今回8コアモデルと10コアモデルになりました。で 16GB のユニファイドメモリから 24GB になって、で最大が 24GB に上がったのと、メディアエンジンね、そうこれメディアエンジン M1 Pro と比較していくんですけれども、 M1 Pro のやつと、ここ比べてみれば分かる通り全く一緒になってます。だからね、まあ大体14インチ MacBook Pro とほぼ同じ性能で編集できると思ってもらっていいんじゃないかなと思います。これ強いよな。そうだからね、動画編集をする場合に関しては M1 と比べて M2 の方が格段にね編集性能っていうのは上がってるかと思います。動画編集ちゃんと仕事としてやっていきたいとかそういった人はね M2 を買ってみると書き出しとかも早くなってると思うのでいいかと思います。ちなみに M1 今持ってて M2 も買うので、この辺のね動画編集どのくらい差が出るのかっていうのも今後検証していく予定です。でストレージ容量とかまあ一緒で、画面の明るさがね400ニットと500ニットでちょっと違います。でピクセル数は64、縦に長くなってます。まあノッチの部分
って感じですね。で、50g 軽くなって14インチの MacBook Pro と比べると 360g 軽くなってるので、ここはね結構背負っている感じだと体感できるんじゃないかなと思います。ちっちゃいペットボトル1本分だね。あとはまあ大体一緒かな。ウェブカメに関しては14インチ MacBook Pro と一緒、スピーカーに関しては今までが2個だったのが4つになって、14インチ MacBook Pro に関しては6個ですと。マイクに関しては前のやつと変わんないかな。で、3.5mm ヘッドホンはハイレゾンに対応しました。で、あとは急速充電対応したぐらいですね。で、この差で3万円と。で、まあ、Amazon で買うとなると、11万円だから5万4800円違うのか。これでかいな。なのでどうだろうな、無理してね今回 M2 を買う必要はないのかなと思いました。円安価格がね結構きつすぎるね。で、どんな人にこの M2 がおすすめなのかとか、どんな人に M1 がおすすめなのかっていう話をしていくと、まずね学生でオフィス作業、例えばワード、エクセルとか、あとはネットサーフィンとか、まあ、軽い編集とかね、そういったオフィス向けな作業っていうのはもう断然 M1 で OK です。バッテリー性能も変わんないし、M2 にね新しく搭載されたメディアエンジンとかもね、そういった作業では必要ないので、この M1 で十分かと思います。5万円のね差があるので断然 M1 の方がいいと思います。 M2 にするんじゃなくて、逆にその分メモリを上げるとか SSD の容量を上げるとかした方がいいんじゃないかなと思います。で、そしてこちらの M2 をおすすめする人に関しては、やっぱ動画編集が本職の人とかっていうのは、やっぱ5万円ねプラスしたとしてもこっちの M2 にした方がいいかなと思います。 M2 ね、この辺の CPU とか GPU コアに関してはそこまで変わんないかと思うんですけども、やっぱりこのメディアエンジンがついてるのとついてないので動画の書き出しの速さも違うし、サクサクさっていうのも違うので、こっちのメディアエンジンがついてる MacBook Air で、そしてねメモリも24ギガまで上げられるので、こっちを選んだ方がいいかと思います。まあ、ただね M1 MacBook Air に関しても普通にね動画編集自体はできたりするので、まあ、どのくらいね本気で動画編集をやるのか仕事にするのかとかで選んでみてもいいかなと思います。コスパで言ったら断然 M1 ですね。書き出すところが結構この2つ違うかっていう感じです。以上、M2 MacBook Air のスペック解説とか他の製品との比較でした。この後はね、M2 の MacBook Pro の紹介だったり、あとは iOS、iPadOS、MacOS、WatchOS とか、そのあたりもね、動画にしていきますので、ぜひね、チャンネル登録、高評価お願いします。以上、バイバイ。